皆さんどうも、マッキーです。今回はね、次回イベントがコラボのね、可能性がさらに高くなる最新情報がね、来たということで、それについてね、話していこうかと思います。今日しれっとね、お知らせに来てまして、最近結構あるね、ラストスパートキャンペーンだよね。イベント最後あたり後半かなに来るね、コイン1枚を配布してくるね。まあ、これ本当に応援してる中ね、わけわかんないキャンペーンがいつも通り来まして、これしかもこの時期にね、やってくるってことは、いや、これね、お帰りキャンペーンでね、ログインね、してない人をね、ログインさせようとしてきてるんじゃないかなと。でさ、前来たのが10連コインで、今回さ、Z 以上確定のコインってね、ちょっとグレードアップしてね、来てるから、本当にね、初心者とかの人をね、なんとしてもログインさせてやろうみたいなね、配布が来てて、まあこれはね、正直もうお帰り待機してる人は、もうワンチャンにかけてね、ログインしないでいいと思う。うん、おはじきだしね。で、次回イベントはさ、やっぱこういうのもやってきてるっていうのと、あと年末だからね、さすがにね、最近コラボ来てないのっていうのもあるので、まあ、さすがにこれね、次回イベントはね、コラボ何かが来て、お帰りキャンペーンがね、来るのがね、まあ、今回ラストスパートキャンペーンも来たということで、まあ、ほぼ濃厚になったかなと。まあ、これで来なかったらね、多分運営さんもね、遊んでると思う。うん、多分これで煽ってというかね、お帰りキャンペーン来ると見せかけて来ないようにして来るかもしれないけど、まあ、さすがにね、このラストスパートキャンペーンでね、ログインさせようとしてきてるあたりから、まあ、あとね、この時期っていうのもあるんでね、おそらくお帰りキャンペーンも来て、コラボになると思うんだよね。てかマジで来てほしいわ。うん。正直今イベントちょっとね盛り上がらなすぎてね、本当にプリプリ大丈夫か状態だから、いや次イベントはねめっちゃ盛り上がるコラボが来てね、お帰りも来てね、まあ何回言うねって感じなんだけど、盛り上がってねくれればいいかと思いますわ。はい、というわけでね、今回の動画は以上になります。よければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。